こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、バルナックライカ用の L マウントレンズの、定番オールドレンズですね。L マーの 50mm 振動タイプですね。はい、ご覧の通りバルナックライカ用のスクリューマウントになっております。 L マー 50mm F 値が 3.5 ですね。こちらはクロームメッキですねの仕上げになっておりますね。シリアルが175656ですので、これはですね、1933年の非常に古い年代もののレンズになりますね。この時代のレンズはほぼニッケルかと思ってたんですけれども、こういったクロームのですね、仕上げもあるんですね。はい、戦前のレンズになりますので、コーティングはなくですね、ノンコートタイプの、はい、レンズになりますね。でもって、こちらのレンズですけれども、だいぶですね、擦れ傷がですね、多くてですね、この実用にするにはですね、ちょっと難があったものですから、東京大久保のですね、山崎光覚様にて、レンズ研磨を、しております。はい。こちらですね。はい。この時代のレンズというのは、レンズの誤差ですね、この厚さとかですね、に誤差が、許容量が、いくらか設けられておりまして、その許容量の範囲内でしたら、この研磨を行ってもですね、描写に変化はですね、それほどないということで、オリジナルの描写を担保してくれるんですね。ということで、山崎光覚様にて、研磨を依頼して、バッチリ綺麗にしていただいております。はい。ということでですね、じゃあ外観から見ていきます。外観はやはりですね、ご覧の通り、経年並みのですね、この経年感、使用感は感じられるところですね。このバレルのところにですね、ややこのメッキの摩耗が見られますね。はい。しかし、あとはですね、こう、全体的に見ていただいても、目立つ擦れ当たり、凹みとかですね、落下して歪んだりとか、どっかに強くぶつけたり、擦ったり、こうガタガタしたりもしておりませんで、非常にいい状態だと思っていただいていいですね。備品とはまでは言わないんですけれども、良品ですね、と言っていいと思います。はい。ご覧の通りです。いいですかね。このマウントの部分ですね、ちょっとこちらも摩耗がありますけれども。で、レンズはですね、もちろん、前玉、後玉ともにですね、擦り傷、ひっかき傷、コーティングの剥離、摩耗などないですね。中玉にも曇りカビ、悪さの切れはありませんね。はい。レンズ、組み直しておりますので、釣りほこりの混入ももちろんありませんね。絞りの動きも軽快です。はい。羽の痛み、油の乗りもないですね。はい。この、はい、この振動もですね、スムーズにしておりまして、こうしっくりとロックもしておりますので、絞りをこう動かしてですね、この、ぐらぐら動いたりとかしないですね。はい。あとは、ピントヘリコイドも滑らかに動いておりまして、はい。一定のトルクで動きムラなく動いてますね。でもって無限ロックもしっかり効いてます。付属品は、こちら。レンガキャップ。はい、ですね。それとこちらのですね、整備表をコピーして、お渡しいたします。ということで、はい。山崎光覚様にて、レンズオーバーホール済みのですね、ライカの人気オールドレンズ、エルマーの 50mmF3.5 振動タイプ、戦前タイプのクロームメッキになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。